こんにちは、4Lです。 GR ヤリスを遊び倒す上でね、やっぱりアウトドアってね、外せないと思うんですよね。で、アウトドアの中でも鷹狩りなんてね、楽しそうじゃないですか。で、たまたまうちにはね、こうペットなんですけども鷹がいるのでね、こんな感じね、これ見てください。こんなことやってる人がいるんですよね。こんな風にね、車内からカラスを撃退させるね、こんな遊びができるくらい鳴らせたいと思います。で、うちのハリーはね、車の中に入ったことがないので、まずはじめに餌で誘導して車の中に入ることに鳴らそうと思います。うまくいくかな。うわ、屋根に着地しやがった。いや、ハリちゃん怖がらずに車の中には入ってきたんですけども、ちょっとね、この後悲劇が起きます。ガラスなんていうものを認識できないので、ダッシュボードとフロントガラスの間に挟まっちゃってるんですよね。ヤリス、まあまあフロントガラスが寝てるじゃないですか。なので、ここにね、行くとこう天地のね、高さが足りなくて思うようにね、立てないんですね。で、ちょっとパニックになってます。こうね、ガラスわかんないから向こうに行けると思ってるんですよね。ちょっとかわいそう。まあ、ならすしかしょうがないからね。もう入ってきたのはいいけど、出れないじゃん。やはりちょっと疲れてきちゃいましたね。どうやってこっから救出しようかな。ハリ、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 まあ、こうやって興奮してしまったときは餌で誘導するしかないですね。ここで私がちょっと迷ってるんですよね。このまま外に針を出して車に鳴らすのをね、まあ諦めて、今回はね、ちょっと諦めて外に出すか、もう一回チャレンジしてね、中に入れようか、ちょっとね、今迷い中です。ハリーがね、餌を加えてそのまま外へね、飛んでいくのかなっては思ってたんですけども、なかなかね、飛ばないし、あれあれ、意外と車の中でも行けるのかなというふうに少し考えてますね、私が。あと、カメラがこちら助手席から撮ってますからね、まあ、ハリーをよく見せるためにね、まあ、結局は、このままね、腕を中に入れてハリーを車内に入れることにしました。綺麗に撮れるかな。これね、与えた餌がうずらの頭なんですよね。だからなかなかね、ちぎれないし、人の身にするにもちょっと大きいのでね、ちょっとミスりました。これね、意外とね、私の腕をね、こうギュッてやるでしょ、まあまあ痛いんですよね。はい、旅終わりました。さて、もう一回暴れるのか、落ち着いてくれるのかね。ここで落ち着いてくれるんだったら、車の中にね、乗せることが多分できるようになると思います。ハリーが状況を確認してますね。あれ、ここどこなんだろうなって、あれっつって確認してます。ただ私も一緒にいるからね、それほど不安ではないとは思うんですが、さ、落ち着いてくれるかな。
これだけキョロキョロしてるので、まあ不安は不安なんでしょうね。どこに行こうかな。ただ次にね、行けるところを一応探してると思います。これだけねキョロキョロしてるので。なんかもう吹っ飛ばした、もう鼻水飛ばした、お前は。タオルが引いてない方のドアに乗りやがった。もう悲しい。うわ、また天井に乗りやがった。ちょっとやめてほしいんだけどな。もう車の上から降りてください。車の上から降りてください。車の上から降りてください。アリちゃん、あ、車の上から降りてください。おいで。やっぱりお前はこっちの方がいいよな。気持ちよさそうにしてます。やっぱね、高いとこが好きですね。鷹ですからね、鳥ですからね。今回はこんな動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。